ようこそさしこチャンネルへ。こんにちは、かおりです。今日はとあるグッズの紹介をしたいなと思います。皆さんね、刺し子するときに結構いろいろこう問題点っていうか頭を悩ます点っていうのはいくつか出てくると思うんですけれども、その中の一つがやっぱりね、下書きだと思うんですよね。で、私もね、今まで気にはなっていたんですけど、じゃん、これです。これトレーサーなんですけど、2300いくらとかだったんですよ。すごい安かったので、2ヶ月くらい前かな、1、2ヶ月前、ちょっと前にね、実はね購入していたんですけど、なかなかね活躍する場面が少なかったっていうのもあったので、紹介しないでは来たんですけど、まあこれ刺し子だけじゃなくて、なんか刺繍の図案写したりするのにもなんかいいのかなって思ったりもするんですけどね、まあ、結構刺繍もする、刺し子もするっていう方もいるかなと思うんで、まあ、刺し子に限らずいろんな用途で使えるんじゃないかっては思います。大きさはね、これ A4 サイズなんです。で、ちょっとこれA4 のコピー用紙なんですけど、 A4 サイズのコピー用紙置くとこんな感じなんですね。すっぽり入るサイズですね。で、ボタン的にはね、これ1個だけなんです。これ1個だけ、あとはねないです。で、使う時はここに USB ケーブルの差し込み口あるんですよ、これ。で、購入するとね、ケーブルもねついてきます。付属でついてくるんだけど、手持ちのもので私使えてるんですけど、このタイプですね。このタイプ、下が平べったくて上がこうちょっとカーブになってる、このタイプのケーブルを使って、ここに差し込んで使うんですけど、差し込むとこランプがつきます。で、私これね充電して使うのかなと思ったら、なんかそうでもなくって、充電というよりも使う時にこれを差しながら使うっていうことなんだと思います。で、しばらくねこれ差しっぱなしにして電源入れたんだけど入んなかったんで、充電式ではないってことですね。使う時にこれケーブルを差し込んで使えますよっていうことなんだと思います。で、実際にね電気つけてみると、これね3段階なんですよ。明るさ3段階の LED ライトを使っているんですけど、まあ、1回押します。で、そうするとこのぐらいの明るさ、はい、こんな感じですね。この周りがライトが点灯する感じですね。で、2回タップするとこのぐらいの明るさになります。で、3段階なんで3回タップするとこれ一番明るい感じですね。これ一番明るい状態でこのぐらいの明るさになります。はい。で、まあ3段階、まあ、押すごとに明るさが変わっていく感じですね。こんな感じです。で、実際にさらしを上にこうやって置いた状態でどうかっていうところなんですけど、これ私水通しして裁断までしてある晒しなんですけど、これ何センチだったっけな、 34.5×34.5 の晒しを置くとこういう感じなので、1枚全部一気に描けるわけではないですね。本とかね、コピーした図案の大きさも実物大とかってなってるけど、多分こう貼り合わせて使ったりとか、あとは書き写して使ったりとか、いろいろ様々だと思うんですけど、とりあえず普通にコピーをして、 A4 サイズのコピー用紙にコピーをして使った場合はこういう感じの大きさになります。なので、まあ模様の中心の部分と、この図案の模様の中心の部分と、さらしのこの
中心の部分を合わせて書いて、また、中心と中心に合わせてずらして書いてみたいな感じにするといいと思います。実際に、これで図案を書き写して今作ってるのがこの朝の葉、すいませんしわくちゃなんだけど、前回の動画で私が朝活で刺してましたって言ったこの朝の葉模様はこのトレーサーを使って書いた図案なんですけど、こういう感じですね。これもずらしながら中心点だけ一定にして、あとはずらして写して書いてみたものです。とこれね、さらし上に置いた状態でどういう風に写るかっていうことでやっていきたいと思います。これ1回だけタップした状態、一番弱い明るさでこのぐらい、これでも全然十分見えると思います。さらしの薄さでコピー用紙の下書きだったらもうこれで十分写せるかなっていう感じですね。でもう一回タップするともうこれでくっきり見えます。図案に書いてあるこの、ガイドライン、こういう方向で刺しますよっていうガイドラインの線とか、あとは点線までは見えないかな、糸中通しますの点線まではちょっと見えないかなっていうところですね。でもこのぐらい見えればもう十分この上から定規当てて線をこう描いていくことができるんじゃないかなっていう感じですね。でちなみに一番3段階目の一番明るい明るさにするとこういう感じになりますね。もうくっきりはっきり見えると思います。この、カメラとのこの距離感でも、だいたいこの今ここにあるカメラが私が座って体をまっすぐにした状態で目の前にここにカメラあるので、だいたいこう座って、描くときちょっと少し前傾になると思うんですけれども、この距離でこのぐらい見えてればだいぶ描きやすいんじゃないかなっては感じますね。文字もだいたい透けて見える感じなので十分ではないかなと思います。ここにある文字もちょっと今画面上だとね少し距離ありますけど、肉眼で見ると見えるので、これで十分にできるかなっては思いますね。ただずれないようにマスキングテープとかはやっぱり貼った方がいいかなって思うんで、まず下書きは固定した状態でマスキングテープを貼る、で上に重ねる時に、この模様の中心の部分を決めて、その中心、これね本にもよるんですよね、図案ね。実物大図案って載っているもので、ここが模様の中心ですよって書いてあるものばかりなのか、そうじゃないのか、ちょっとお手持ちの本で確認してもらって、でなければ自分でここが中心っていうのを探って、中心と中心を、例えばこれで言うとね、ここが中心なのでこことこの真ん中ら辺をだいたい合わせるとか、あとは、この、外枠のその縫い代1センチとか線をまず先に引いといて、こっちも例えばこの図案の外側に1センチで自分で線を引いて、この縫い代線とここに書いた縫い代線をぴったり合わせて、で写していくっていう方法でもなんかいいんじゃないかなって思います。あとはさらし1枚だとこのぐらい写りましたよっていうのを紹介したんですけど、もうねここ縫い代もね1センチずつね折り返して、もう4つ全部ね、例えばミシンかなんかでもうダーッとね縫った状態で2枚になってる状態で書きたいっていう人ももしかしているかもしれないので、ちょっとこれ半分に折って、実際さらし2枚分になっている状態での透け具合がどのぐらいか、これ今2つ折りにしたんで2枚になってる状態、これでちょっと透かしてみたいと思います。これでまず1段階目、一番弱い光だとこのぐらい、見えなくはないけど、私すごい目いいんで、私はこれでも引こうと思えば引けるかなっていう感じですね。
もうちょっと欲しいかなっていう、これ2段階ちょうど2段階目にするとこのぐらいまで見えると思いますよ、これだったら。で一番明るい3段階目にするともう確実に見えるので描けると思います、はい。まあ、このねカメラとのこの距離感でもこのぐらいあの見えるっていうのは分かってもらえると思うんで、このぐらいですね。なので、まあ、例えば2枚重ねの状態で描きたいわっていう人がもしいたとしても、まあ、大丈夫じゃないかなと思います。まあ、模様にもよるのかもしれないんですけどね、まあ、あんまり細かいのになった時はやっぱり一番明るい状態で1枚で描くのがいいかなって思うんですけど、いや私このポストカードのこの着物の模様とか細か、まあ、まあこのぐらいだったらちょっと細かめに入るかなと思ってトレーサー当てて書き写してみたんですけど、こういう感じですね。まあ、大きさ的にはまあ手のひらサイズぐらいの感じの大きさで、このぐらいの細かさをこのトレーサー使って写してみたら、まあ、この柄とか帯のこの模様とかも書き写せたので結構写せるもんじゃないですかね。このぐらい写せれば十分使えると思います。私ちょっと前まで結構5、6000円ぐらいするようなイメージだったんで、1,400〜1,500円以内で買えるんだったらいいかな。で私この商品のレビュー見てみたんですけど、すごい多かったのが子どものお絵描き、子どものお絵描きで使いたいって。で例えばちょっと壊してしまったとしても惜しくない値段だったので買いましたとか、そういうのが、ね、多かったんですよ。ってことはお子さんでも全然使えるっていうことなので、本当ボタン一つだし差し込み口一つだし軽いし薄いし持ち運び便利だしっていうのを考えると使いやすいことはまず間違いないかなって思います。皆さんそれぞれね差し子付近に限らずいろんなことで使えると思います。私がねこれいいかなと思ったのが、小学生のお子さんとか幼稚園のお子さんいるお母さんたちとかはプラ板作りとか、今どうなんだろう、やるやらないわかんないけど、プラ板、うちはね結構小学生の頃とかプラ板作ったりしたんですけど、好きな漫画アニメのキャラクターをこのトレーサー使って写してキーホルダーにしたりチャームにしたりとかっていうのができるんじゃないかなと思って、それねいいなと思いました。あとはね刺繍とかされる方とかはお子さんとかほらお孫さんが描いてくれた絵とかをこのトレーサーで写して刺繍をしてちょっと思い出に残すとか、何かこう日常使いよく使うものを作るとかね、ティッシュケースだったりとかポーチだったりとか、なんか差し子以外でもこういろいろ使える幅があると思うんで、気になった方は概要欄の方にリンクを貼っておくんで、ぜひチェックしてみてください。はい、今日は私が購入しましたトレーサーのご紹介をしてみました。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。